2023年1年の終わりが近づいている中、毎年の恒例となっているプロスピ交換会が今年も開催。イベントスケジュールはこのようになっていて、全6回それぞれで行われ、結構長い間続いていくんですよ。ということで動画数回にわたってこのイベント模様をお届けしていくので、興味があれば見ていただけると嬉しいです。この交換会、初見の方もいるかもしれませんので、イベントの説明はこのようになってます。プロスピ交換会は所持 S ランク選手を提出することで、ランダム抽選で選ばれた別の本イベントの参加者、別のユーザーと S ランクを交換することになる。それっていうのは本当ランダムで、誰と交換するかわからない。交換する相手によっちゃ利益ある交換を互いにすることができれば、相手だけが利益ある、こっちだけが利益あるみたいなことだって多々あんねん。今年でおそらく3回目か4回目かな。過去の模様っていうのはもう動画投稿してますけども、僕も長くこのイベント参加しているんで、僕の中でポリシーっていうのがあるんですよ、このイベントに対して。それは僕にとって不要なものですけど、他の人にとっちゃ需要があるもの、必要としてくれる、そういうレベルのものを最低限提出すること。数ある S ランクの中でも、こいつ本当誰にも需要ないだろう、必要とされないだろうっていうレベルのやつがおんのよ。自分にとっていらないし、これ誰からも需要がないだろう、でも提出しようで、あわよくばいい選手を手に入れようというマインドを持つものが、このイベントを溢れてみ、何も楽しくないでしょ。だから自分にとって不要だけども、他の人からしたら喜んでくれる、嬉しいだろうっていう最低限のレベルの選手から提出することによって、みんなが幸せになれるイベントになると思うんですよ。じゃあ今回は第1回目のイベント模様をお届けしていきます。交換ボックスはそれぞれ3つ、ランダム交換ボックス2023、同チーム交換ボックス2023、交換ボックスとなっていて、ランダム交換ボックスに関してはもう何が当たるか分かりません。どの年代のどの球団のどの選手が、その分すごい選手を手に入れられる可能性もある。過去配信された OB で今はもう手に入らないみたいなのもあるし、最新のやつも中にはいたりするかもしれない。早速提出していこうと思うんですけど、何でも提出できる分、2023シリーズを提出する最新のものではなくて、過去の古いもので喜んでくれる、そんな選手が例えば古田とかいますけどね。2021シリーズ2で、最近古田って配信されてないんで、多分直近に配信されたのがこのやつじゃないですかね。これを出したら喜んでくれるけど、ごめん、これは俺にとっても必要な選手。中村拓也とかどうだろうな。これも2021シリーズ2とちょっと過去の年代で古いです。で、現役選手ですからね、最新のものを手に入れられたりはするんですけども、ただやっぱ過去のものも欲しいユーザーっていうのも中にはいると思うし、強化素材にもなるということを考えたら絶対需要があるわけなんですよ。ただ僕にとっては需要がないということを考えたら、今回まず第1回目のランダム交換ボックスに提出する選手というのは、この2021シリーズ2の中村拓也。ネームとしてもね、豪華な選手ですから、これを出すことによって他の人が喜んでくれる。そしてその喜びに対する選手を俺にも分け与えてくれたら嬉しい。続いて2023交換ボックス。これは最新のもので、球団は指定されてません。何でもいいんですけども、何を提出するかって言われたら、まあ僕自分を巨人に設定してるんですけど、巨人はあの同チーム交換ボックスで出す予定。巨人以外の選手で需要あるもの、いろいろといるんですけども、その中にも安楽、最近話題の選手もいるんですよね。こいつを提出する、どこに需要があんねん。おそらくこの交換ボックス内で一番流通する可能性がある選手じゃないですか。他の方も提出するでしょ、あんなことがあったから。まあ、ある意味なんかちょっとプレミアがついて残す方もいるかもしれない。だって今後配信されることがない可能性もある選手。ただ、いらんよ、俺は。他もいらんと思うんでね。これはないな。もっと他に何か喜んでもらえるようなもの。例えば、今宮とかもね、まあ、いい選手ではあるんだけど、俺にとっては不要だから、まあ、この辺も良かったりもするし、ビシエドとかも個人的にあんまいらんから、まあ、それも良かったりとかね。あと、OB 選手ですよね。この辺のなんか中日の杉川とかもいらへんしな。あと、最近で手に入れた OB のシュルツですよね。ほんとこれはもう最新のやつですよ。カープファンからしたら嬉しいでしょう。ただ、俺からしたらどうでもいいんだよな、この辺。出したい選手が多すぎて、いろいろと迷うんだけども、どうしよう、何出そうかなって感じで、あのね、阪神の岩貞が今被って2人持ってるんですよね。こいつ1人ともう1人ここにもいるんですよ。どうせならちょっと俺にとっては本当に不要であって、あとは需要があるもの、岩貞とかそういうレベルの選手、阪神ファンからしたら嬉しいだろうし、能力的にもある程度強かったりもするわけですから、まずはこいつを提出してみようか。最後、2023同チーム交換ボックス。これが一番重要になりますね。他のボックスよりも、ここでは巨人の選手を提出して、僕が持ってない巨人の選手を手に入れ、ほんで現在巨人のオーダー作りというものをしているわけですから、そのオーダー作りに進行ある出会い、交換をしたいんすよ。交換する選手っていうのはもうすでに決めてます。今年はやたら山崎伊織と吉川尚輝が来ていて、このようにたくさん
いるんですよ。ようやくこの不要なもの、たくさん当たったものを使うタイミングが来た。同チーム交換ボックスに関してはもうこの吉川と山崎をひたすら出そうと思います。どちらも需要はありますよ。山崎よりは今シーズン活躍した選手で能力もある程度高い、そしてこれからのジャイアンツを背負う選手の一人でもある。吉川尚輝だってね、二塁手としては外せない選手でも、こいつがいなければチームとしては成り立たないっていうくらい軸になっていると言っても過言ではない。そういう意味ではこの二人というのは絶対1番取って需要がある、欲しいけど手に入れられない方っていうのはいるでしょう。俺はいらないのにいっぱい来たんだ、だからこそ俺にとって不要なもの、でもそれでも需要があるから、まず最初に山崎伊織から提出して出したいなと思います。同チーム交換ボックス、この山崎伊織を出すことによってどうなるのか。これが第1回僕が提出した選手で、僕のポリシー通り自分にとって不要ですけども、他の人からしたら需要があるという最低限のレベルものは出したつもり。実際交換する相手が同じポリシーを持つものなのかと言われたらそうではなくて、全く違うやつだったり、もしくはね、僕よりもはるかに素晴らしいものを出している方もいるかもしれない。どういう方と交換するか分からないから楽しいんです。分からないからドキドキするんです。そして何が返ってくるのか。さあ、日々が流れ、プロスピ交換会第1回の抽選結果が発表されました。これから確認をしていきますけども、まず僕がね、持ってないもの、それをくれるユーザーとの交換でありたいし、そしてその方が持ってなくて求めているもの、互いに利益ある交換を1回目から行えたらいいなって思うんですけど、果たして結果はどうなったのか、結果発表を見ていくと、この瞬間はいつだってドキドキするんですよね。そのドキドキに見合うものがいなかったりいたり、だから楽しかったりもするんですけども、ドラムロール終わるのを待って押してみると、まず最初はこれはランダム交換ボックスで、誰だ、パッと見じゃちょっとわからないな。阪神の右の投手、後ほど詳しく確認していこうと思うが、まずまあ求めているものではなかった。続けてが重要だよな。同チーム交換ボックスで僕が持ってない巨人の選手を手に入れ、またその人が持ってなかった山崎よりを与えるみたいな交換慣れたのかな。どうだ、これは、お、か、元カズマ、え、シリーズ2のやつじゃん、最新のやつじゃん、欲しかったやつじゃん。まあ、シリーズ1は持ってるんですけどね。嘘でしょ、岡本を市場に出す人がいる、そんな人と交換できたということ。またその方も山崎よりを持ってたかどうか、これは確認のしようがないですけど、持ってなかったのであれば嬉しい。俺にとっちゃ最高の選手でしかないですからね。これですでにね、あと6回行われる交換会ですけども、俺としては思い出もできた、いい思いもできた。この後いろんな方と交換し、嫌な思いしたとしても、これを手に入れたからもういいわってなれるよ、なってるよ。もう一個残ってるんですけど、もはやどうでもいいな。最後誰、これはヤクルトの16番ってことは誰になるんだろう。まあ、はっきりとは分かんないですけど、分からなくてもいい、誰だっていい、もう岡本和真を手に入れた。その時点でピークを迎え、終わりを迎えたんだ。こんな嬉しいことねえぜおめえ。改めて第1回交換会を振り返っていくと、これすべて2023シリーズの最新のやつを相手の方がくれたんですよ。それに対して僕はちょっと過去の古い中村拓也を出したのは失敗だったから、それを必要としてくれる方であればいいんですけど、どうだろうか。この方交換したのはこちらで、ヤクルトを自チーム設定にしていて、村上がキャプテン設定で、うわ並んでるのも強いですね。あ、この方からしたら別にいらへんわって感じでしょう、過去の古い中村拓也なんて。それに対してレベルマックスの弱さをくれましたからね。能力もあって強いと思うんですよ。侍ジャパンの選手にも選ばれてるし、まあその後はちょいとあれでしたけども、確かな能力とまあ知名度もそこそこにある。だからこそ別に出す必要もないんじゃないかなと思うんですけど、まあこの方にとって弱さは不必要で、でも必要としてくれる方がいるかもしれないから出した。結果中村拓也が帰ってきたっていうのはやっぱ喜べないかな、相手目線に立った時に。2023同チーム交換ボックスはこの岡本和真を相手くれて、最新のそれもレベル1ということを考えたら、多分この方もすでに何体か持ってるんですね。だから不必要だから出して、あわよくば自分が持ってないジャイアンツのオーダーを作ろうと。なんか名前見てもそうなんですよ、気分でジャイアンツ純正の割にオーダーめちゃくちゃ豪華ですからね。巨人の純正オーダー作るよりも難しいオーダー作ってるじゃない。俺が前回欲しかった高橋由伸も入れてたりするし、それ以外にも強力な選手いるし、何よりもアニバーサリー岡本和真も持っている。だから普通の岡本和真いらねえわってなったんでしょう。最後に関してはね、2023交換ボックス、原ジェリーを手に入れレベルマックスですが、まあこれは俺にとって不要ですよ。こいつに関してもその方にとっても不要だった。で、俺にとって不要な岩貞も多分この方にとっても不要じゃないかな。ロッテン自軍設定している選手ですから、阪神なんていらへんでしょ。名前見る感じ、この方もロッテの純正オーダーを作っている方なんで、それこそロッテの不要な選手って僕の手持ちにもいたわけなんで、そういうもの出していたらこの方にも喜んでくれて、でもその方が出してんのが原樹里だから。
から結局ねって感じなんだけど、こっちからしたらうまみはない。第1回の交換会はこれで終了で、始まりからこんないい思いできちゃったんでね、だからこそあと何も残らない交換会になるかもしれない。でもなったとしてももういいんです、岡本和真を手に入れたから。でもこれで終わりじゃない、まだ続く交換があって、もしかしたらこれ以上の出会いがあるかもしれない。その模様も動画投稿させていただく予定なので、次回第2回第3回と続くその交換模様に興味があれば見ていただけると嬉しいです。今回動画最後までご視聴いただきありがとうございました。